一人の方を見たときに、顔だけ美しければいいかというと、そうではなくって、やはり心や気持ちも、楽しかったり嬉しかったり、ハッピーでないといけないということがありますので、その方の、こう、生きていきたい方向性、夢とか、そういったものに、まあ、美容っていうものが必要になるよね。現代は、まあ、スピードが勝負って言われているところなんですが、私たち、まあ、民族的に内面が良ければいいんだよっていうふうに長い間育ってまいりましたよね。自分の個性って何だろうとか、自分の顔が相手にいろいろな情報を与えてしまっている、お顔の表現、まあ、これメイキャップですとかヘアスタイル、ファッションなんかもそうなんですけれども、戦略的に外見を作って、これからの先の未来ですね、ここに向けてうまく活用してほしいっていうのがあるんですよ。なのでそのためには、自分の顔がどういう状況なのか、プラス面マイナス面といったところを十分理解をして、じゃあ今日はプレゼンテーションしようということであれば、私はやる気があります、しっかりと伝えますという顔を作っていけば、もうそれですぐ周りは納得っていう感じになるんですね。で、もしお見合いしたりデートに行きたいって時には、穏やかで可愛らしい顔じゃないとね、ちょっとクールな顔でお見合いちゃったら、あら強い人来たわっていうことになっちゃいますので、ね、上に行けば行くほど若々しくって、下に行けば行くほど大人っぽくなります。で、画面向かって右側はちょっと男性的な要素があります。そして左側に行くと女性的な要素になるという風になっているんですけれども、その中にいろいろとキュートだとか、真ん中ぐらいにクラッシーというのがあったり、右上の方にはフレッシュやボーイッシュといったように、いろいろな印象が点在してるんですね。ちょっと婚活しているとかデートに行くなんていう時には、左上のキュートとか、お仕事するときはキュートはちょっとまずいですね。バリバリね、本当はやらなければいけないので、例えば右下の方にあるインテリジェントとか、今自分の居場所さえ分かれば、どこに行きたいかっていうその目標が定まるって、メイキャップのいいところは、洗えば落ちるっていうところなんですよ。お洋服を着替えるのと同じ感覚で、お洋服の着替えに合わせてお顔も着替える。その方に合わせたメイキャップ、それから外見の演出っていうものを、ちょっと今までにないパターンをしていただくことによって、その方の考え方とか、ちょっと人生を変えるきっかけになると思うんですね。このちょっとの美容のちっちゃいきっかけが、その後ブワってまた違う方向に行く気がするんです。そのちょっとのきっかけを作れたらなっていうふうに思ってるんですよね。メイクってすぐにその変化がわかるので、それはとってもいいお仕事でありがたいなと思います。ちょっと気持ちが今ナーバスになってしまったら、お顔から入ってまた気持ちをリフレッシュしていくってこともできますし、音春という大人思春期のこう合体した言葉なんですけれども、更年期世代の方たちを中心に、やはりいろいろと知恵をつけていこうよっていう会があるんですね。これ音春プロジェクトというものなんですけれども、印象を表現するっていうところでは、髪の分け目を変えてみるっていうのも一つ、どちらかの顔に本音が出る、どちらかの顔に建前が出るというふうに言われているので、こう見せたい、こう分け方によって見せたい方向を出す。ワーナービという、こう、ワーイコールビというのがワーナービと読むんですけれども、こちらインターネットから入っていただくことができます。そうすると男女問わず自分の印象をチェックするというページがありますので、例えば根元を強くして口元はなかったことにするようなメイクアップにしていくと、ワイルド感がなくなってきたりしますから、お顔のどこに強さ、そしてもうなくすかという、女性、女の人はね、愛嬌だなって思っていて、男は清潔感。まあ私は美容というツールで、その方の人生のちょっと、こう変えていくきっかけを作りたいんですけど、今まで思っていた私ってこうだからとか、私じゃできないかもっていう気持ちをちょっと置いといて、もしかしたらちょっとできるかもとか、もしくはこれを使ったら、なんか違うことが起きるのかもっていう気持ちがちょっとでもあったならば、今日をきっかけに、ぜひチャレンジをしていただきたいなというふうに思います。このチャレンジがまたこれから何か新しい発見につな
ながることがあるので、さっきも私が言ったちょっとのきっかけでブワッと急に花開くっていうことがあります。さっきも何度も言ってます。メイクアップは落とせば、落とそうと思えば落とせるっていうところもありますので、ぜひ思い切ってちょっと一歩先に進んでいただきたいなと思います。次の日は新しい自分になるようにメイクアップをしてあげたらいいんですよ。それでは東子さんでした。皆さん大きな拍手をということではい、ありがとうございます。